ャンヌ・ダルクは後悔していた。サイカ孫一の優しさに甘え彼を犠牲としてしまったことに。それは彼が倒れた帝軍山の戦いだけのことにとどまらない。ジャンヌがこの世界に飛ばされた直後、小牧長久手の地でのことである。右も左も分からぬ異世界で彼女は妖魔の大軍に襲われた。その時さっそうと救援に現れた孫一はジャンヌを逃がし、一軍のみで妖魔軍を食い止めたのである。だがその結果孫一は多くの部下を失ってしまった。もしもあの時自分が共に戦っていたら、孫一は部下を失わず帝軍山で敗れることもなかったはずだ。今度は自分が彼を助けるのだ。ジャンヌは固く決意していた。戻ってきた。あの時のあの場所にかつて救われた時、私は参るだけだった。救援に来てくれたあの人を残し戦場を離脱してしまった。でも今度は逃げない。最後まで一緒に戦う。私があの人を救うのだから。さあ行こうか。シキたち、あの人が来てくれるはず。でも今度は参られない。私が救うのだから。じわじわと包囲を狭めろ。存分に殴ってやれ。いけない。みんなの間に絶望が広がっている。勇気と希望を呼び覚まさなくては。すぐそこまで来ています。どうか希望を持ってください。おお、聖女の言うことなら間違いねえ。上下の者、この生命が打ち払った。あと少し頑張ってください。まもなく救いの手が訪れます。おお、白銀の乙女の予言だ。救いは必ず来るぞ。守れなかった。ここで口当てろ。せいぜいあがくがいい。将下の者、この生命が打ち払った。メッセあと少し頑張ってください。
まもなく救いの手が訪れます。おお、白銀の乙女の予言だ。救いは必ず来るぞ。家にあっただと？こうなってね、一気に押し潰せ。龍馬が暴れてるって聞いて来てみれば、以上が襲われてるじゃねえか。決まりだな。最下衆行くぜ。どこまでも一緒に行こう、お嬢さん。準備完了だな。龍馬どもに鉛玉をお見舞いしてやれ。さすが俺。さて、このまま反撃といくか。ここまでは順調。でもこの後に予想外の事態があるはず。そこをしのげれば未来を変えられる。十分に注意して備えなければ。俺の部隊も遅れ。獣王を取られるな。美しいお嬢さん、悲しい顔は似合わないぜ。さ、悩みがあるなら話してみよう。それはあなたが。俺がかっこよすぎるって？そんな潤んだ瞳で見つめるなよ、照れるぜ。これぐらいにしといてやる。将家の者、この生命が打ち払う。なんだ、人間どもに押されてるのか。嵐のない奴らだ。多く生きていれば帝軍山のあの惨劇も避けられるはず。お、いいところに来たな。こちらも一気に押し上げるぞ。ち、挟み撃ちかよ。このままじゃ最下衆が危ねえ。一気に南下して敵の頭を潰すか、援軍から潰して皇庫の憂いを断つか。これは厳しい状況だな。で、タギフはできない。やりおる。敵将討ち取った。ボレボレする働きじゃったぞ。これはまずいか。次々と敵兵が。これではキリがない。
滅す。俺の番だな。受け取ってくれよな。せいぜいあがくがいい。液晶打ち取ったぜ。嘘だろ。高騰の地に動きがありました。妖魔軍が何者かと交戦しているようです。しかも押されているのは妖魔側。一体誰が戦っているのでしょう。かの力は異様な気配を感じます。荒波の渦が迫るかのごとくです。危険ですが、これは好機でもありますね。奪われた大切な地。はい、まずは偵察に出向きましょう。妖魔と戦う者の正体も彼らに対抗しうるほどの力、味方となってくれることを祈りましょう。ジャンヌ・ダルクは後悔。戻ってきた。さあ、行こうか。シキたちがうずうずしている。もうすぐ、あの人が来てくれるはず。でも、今度は甘えられない。私が救うのだから。じわじわと包囲を狭めろ。存分に殴ってやれ。いけない。みんなの間に絶望が広がっている。勇気と希望を呼び覚まさなくては。援軍はすぐそこまで来ています。どうか希望を持ってください。おお、聖女の言うことなら間違いねえ。上下の者、この生命が打ち払った。すぐに天気が訪れます。勇気と希望を胸に戦い抜きましょう。ジャンヌ、オルレアンの聖女、俺たちはやるぞ。で口当てろ。せいぜいあがくがいい。将下の者、この生命が打ち払った。あと少し頑張ってください。まもなく救いの手が訪れます。おお、白銀の乙女の予言だ。救いは必ず来るぞ。メッス。
あと少し頑張ってください。間もなく救いの手が訪れます。おお、白銀の乙女の予言だ。救いは必ず来るぞ。何？帰り討ちにあっただと？このてら一気に押し潰せ。妖魔が暴れてるって聞いて来てみれば、以上が襲われてるじゃねえか。決まりだな。最下衆行くぜ。でも一緒に行こう、お嬢さん。よう、孫一、元気そうで何よりじゃ。なんだ秀吉、じじくさい挨拶はやめてくれ。準備完了だな。妖魔どもに黙り玉をお見舞いしてやれ。さすが俺。さて、このまま反撃といくか。ここまでは順調。でもこの後に予想外の事態があるはず。そこをしのげれば未来を変えられる。十分に注意して備えなければ。いい、俺の部隊も送れ。中央を取られるな。美しいお嬢さん、悲しい顔は似合わないぜ。さ、悩みがあるなら話してみよう。それはあなたが。俺がかっこよすぎるって。そんな潤んだ瞳で見つめるなよ。照れるぜ。なんだ、人間どもに押されてるのか。話のない奴らだ。最下衆が多く生きていれば帝軍山のあの惨劇も避けられるはず。お、いいところに来たな。こちらも一気に押し上げるぞ。挟み撃ちかよ。このままじゃ最下衆が危ねえ。一気に南下して敵の頭を潰すか、援軍から潰して皇庫の憂いを断つか。うん、見事や。その調子で頼むぞ。厳しい状況だな。これはまずいか。
滅す。うん、見事や。次々と敵兵が、これではキリがない。この生命が打ち払った。鬼が出るよ。タッチを失うわけにはいかん。覚悟してもらおうで。俺の番だな。出番だ。おのれ、そう簡単にはやられんぞ。上下の者、この生命が打ち払った。今は生かしておいてやる。老石様はこの水地様に打たれるのだ。この勝利、式神たちも褒めている。美しいお嬢さん、あなたが無事でよかった。いや、わしらにしたらお前が無事でよかったわ。あ、何の話だ。まあいいか。俺はもう一度戦場を確認してくる。妖魔に背後をつかれたらまずいからな。聖女さん、少し待っててもらえるか。すぐに。おい、孫一。言ってもだが、まあええ、もう妖魔も残っとらんじゃろ。これで過去は変わりました。私たちは未来へ戻りましょう。本当に孫一さんを救うために。ここまでやりよう。さすがです。おっほっ。
どうするんだ。また来てく。幼者出現の混乱の中、孫悟の将たちは平の清盛に国を追われた。奪われた江東の地は彼らの故郷。いずれある時、連氏は江東の妖魔軍が苦戦しているとの情報を得る。定邦もまたその方角に異様な気配を感じていた。今こそ妖魔から故郷を取り戻す好機。孫悟の将をはじめとする討伐軍は妖魔はびこる江東の地に向かった。そこには見知らぬ建物が並び、怪しい空が広がっていた。様変わりした風景に戸惑いつつも、彼らは戦場に足を踏み入れる。妖魔と戦っているのは彼らも知るかつての仲間たちだった。この風の匂い、それがしの知る江東とは違うようです。見たことのない建物もあるようですね。それにあれは向こうで孫悟の将が戦っています。妖魔を押しているのは彼らなのでしょうか。かつての激戦の生存者ならば貨幣のはず。誰か力ある味方を得たのかもしれません。勝ち戦におごる妖魔に強敵現る。この大博打、面白い目が出たようだ。どれ、強者らの顔を拝みに参ろうか。手札が増さば、士気も高まるというもの。さあ、行こうか。士気たちがうずうずしている。五軍はかつてこの地で敗北を喫しました。しかし今は妖魔が苦戦しているようですね。一度は追い詰められながら盛り返すと、五軍の残党なかなかねば。木星での攻防が激しいようですね。東の各所を援護しつつ西へ向かいましょう。いい加減諦めろ、人間どもめ。誰が諦めるものか。我々は決して引かぬ。江東はかけがえのない土地。土
取り戻すまで戦い抜く。この砦では守り抜いてみせる。大間どもに屈するものか。なかなか気概を見せてくる。で口当てろ。せいぜいあがくがいい。将軍の名、この生命が打ち払った。出番。ご無事で安心しました。戦士殿、ありがとうございます。本陣には新たな味方も加わっております。初めて見る顔です。腕っぷしが強く、実に美しい方でした。まあ、お強いのですね。上下の者、この生命が打ち払う。残る将は守りきらねばならん。まあ、なんてことを。他の砦の援護を急ぎましょう。メッス、やりおる。将軍の名、この生命が打ち払った。美しい動きですね。蝶の舞うごとくです。これまでだというのか。神砕いてたよ。東側の妖魔は撃退しましたな。西の本陣の援護へ向かいましょう。私ではかなわぬ相手だったか。出現の混乱の中、孫悟の将たちはある時、連氏は後頭の妖魔軍が腐うーん、この風の匂い、それがしの知る後頭とは違うようです。さあ、行こうか。士気たちがうずうずしている。五軍はかつてこの地で敗北を喫しました。しかし今は龍馬が苦戦しているようですね。一度は追い詰められながら盛り返すと、五軍の残党はなかなか粘る。臆
西での攻防が激しいようですね。東の各所を援護しつつ西へ向かいましょう。あの女、なんだって急に増援が。いい加減諦めろ、人間どもめ。誰が諦めるものか。我々は決して引かぬ。後頭はかけがえのない墓地、取り戻すまで戦い抜く。砦は守り抜いてみせる。大間どもに屈するものか。なかなか気概を見せてくる。いたします。ことの地を取り戻せましょう。我らには強力な味方もおります。彼女は今本陣で戦っているはずです。美しい動きですね。蝶の舞うごとくです。この生命が打ち払う。ご無事で安心しました。強力な味方を得たと聞きましたが。はい、腕っぷしの強い女性です。初めて見る顔ですが、実に美しい方でした。骨ごと噛み砕いてくれ。西側の妖魔は撃退しましたな。西の本陣の援護へ向かいましょう。人間どもめ、調子に乗りおって。貴様らの快進撃もここまでよ。なんだあの女は、強すぎる。せいぜいあがくがいい。将軍の名前、この生命が打ち払った。に力を貸していたのですね。ええ、彼らが押されているみたいだったから。諸葛閣殿、ご無事でしたか。知り合い、ええ、じゃあ援護して。目障りな奴らを消すわよ。力強い味方とはあなたのことですね。2階から来られたのですか。まだ納得できていない。私はレイチェル、魔人ハンター。魔人、私のことは後で。今は目の前の敵に集中する。メス。人間どもも死ぬつい。まだ後頭を取り戻
さんと抗っておったか。だがそれもこれまで。預けよう。うわ、力がみなぎってきた。人間どもめ、ぶっ潰してくれるわ。南北より攻撃されています。敵の大軍、あたかも運河のごとしです。清盛は妖魔を強化している様子。先に術を解ければいいのですが。そう、あいつが親玉なの。いいわ、私が潰してあげる。我々が南の妖魔を食い止めます。皆さんは早く清盛のもとへ。承知しました。我々はあの女性と共に清盛を倒しましょう。妖魔とも術で強化されておるか。それでこそ倒しがいがある。美しい動きですね。蝶の舞うごとくです。天をつくほどに高い建物ですね。空を支える柱のごとくです。魔人の親玉ね。いい、私が勝ってあげる。骨ごと噛み砕いてくれよ。これぐらいにしといてやる。敵将、討ち取った。噛み砕いてくれよ。手加減はできない。敵将、討ち取った。
んだな。いや、ここまで盛り返すとは見事。受け取ってくれよな。だが、所詮は悪あがき。メッセ。美しい動きですね。蝶の舞うごとくです。主こそ真の三国無双だ。やりよるわ。貴殿らの健闘に免じてここは飛行図。待ちなさい。私としたことが狩り逃してしまうと。清盛の術は解けたようですね。残りの奴らを殲滅しましょう。俺の番だな。出番だ。ここで口当てろ。上下の者、この生命が打ち払っている。これでこの地の妖魔は退けられたか。ありがとうございました。宝刀を取り戻せたのはあなたのおかげです。この世界は魔人がうようよしているの。ここでも私の出番かしら。この勝利、式神たちも褒めてやらねば。変なところに来てしまったけれど、ここにもまともな人間はいるように。おかげで仲間を救うことができました。その頼もしき力、岩をも砕くイカ寿司のごとくです。どうか私たちに力をお貸しください。妖者や妖魔を滅ぼし、皆を守るために。私の力はあなたたちが言う妖魔のような存在を倒すためのもの。そうね、ここにもあんな奴らがはびこっているのだ。私の出番かしら。お前も悪しき気配を追ってここまで来たか。そう、だから私もこの世界で狩り続けるわ。憎き魔人をね。ここまでやりよう。私が狩る。